私は医者ではありませんが、ひょんなことから医者数百人が集まる学会の発表会にゲストとして呼ばれて話すことになりました。かなりヒールな役回りでプレゼンするのですが、あまり敵を作らないコツはありますか？全員をバカにすることですか？結局敵作るって、なんかいくつかグループがあったり、陣営があったりして、対立してて、それをどっちかにつくから喧嘩になる。数日前に何かの番組に出て、たまたまその番組の中の1個のコーナーでワクチンの話があって、で1個だけ質問したんですよ、ゲストの人に。はい、そしたらもうそれだけで猛烈に叩かれてて、ちょっとワクチン反対派の人たちを微妙に揶揄してる感のある雰囲気の漂う言い方をしてたっぽいんですよ。あ、どっちの陣営の人たちがマジ切れしてたんですよ。はい、なんかそんな感じで、こう陣営があるときにどっちかにつくと、もう一方が敵になっちゃうみたいなのがあると思うんですよ。うん、逆になんかそのコミュニティ全体と対峙して、なんか全部をバカにしたり、全部と戦ったりすると、意外に敵ってできないんじゃないかなと。へえ、面白い。どっちにもいい顔するわけじゃなくてことですね。誰にもいい顔しようとしなければ敵にはならないんじゃないかなっていう風に勝手に思ってるんですよ。ただそう思って全員バカにすると全員的になるかもしれないので、勇気が、気をつけてください。お気をつけください。